日米通算202勝ダルビッシュみんなの本音がこちら。パドレスのダルビッシュ有投手が16日、日本時間17日、本拠のアストロズ戦で負傷者リストから復帰後3試合目の登板。6回3安打2四球、打たせて取るピッチングで強力打線を抑え込み今季6勝目。日米通算202勝目となって野茂英雄投手を抜き、黒田博樹投手の203勝に次ぐ歴代単独2位となった。あと9個で日本人初の通算2000奪三振だったダルビッシュだったが、この日は打たせ取るピッチングに終始。6回で三振は2回ブレグマンと5回ヘイワード、6回ディアスの3個だけ。多彩な球種を武器に、内野ゴロ8、外野フライ5、内野フライ2。唯一のピンチは5回西1、2塁で前の打席で右前安打を許したアルテューベの場面。ピッチングコーチがマウンドに上がったが、内角シンカーでユゴロに仕留めて切り抜けた。打線は1回、マチャドが左翼線に先制2塁打、4回は新人王候補のメリルの中押し24号ソロ、8回にスコットが1点を失ったが、その裏プロファーが貴重な23号ソロで突き放した。ダルビッシュは5月19日ブレイブス戦で日米通算200勝を挙げたが、5月29日の登板後に左足股関節痛のため負傷者リスト、IL、入り。また、7月6日には家族の事情により制限リストに入るなど長期離脱となっていた。それでも勝負のシーズン終盤に向け、確実に状態を上げてきた。地区優勝を争うドジャースとのゲーム差は 3.5、24日、同25日からは直接対決3連戦を控える。前回登板後、ギリギリの戦いをしているこの時期に自分の記録は言ってられない、と話していたワン。チームが頂点に立つために、個人記録は関係ない。ただひたすら、全力で腕を振る。この記録に対して SNS 上では、ダルビッシュ勝ちですごすぎる、マー君とマエケンより年齢上だぞ、進化し続ける伝説だわ、なんで球威も衰えてないんだよ、開幕当初より調子上げてきてるの普通にプロすぎるだろ、これは絶対黒田も抜くぞ、地区シリーズで大谷とぶつかってほしい、大谷もすごいが同等にダルビッシュもすごいよな、今日本でやっても2桁余裕で勝てそう、など多くの称賛の声が上がっていた。パドレスは先発も揃っているし中継ぎも鉄板だからな、どう考えてもドジャースより強いわな。球数も少なく熟練の投球、プレイオフにぐっと近づく1勝だしアストロズを無失点とはさすが。パドレス調子良すぎてなくらいに勝ってるな。バックス負けてメッツ勝ったのでワイルドカード争いも混沌、できれば日本選手在籍チームが勝ち上がってほしい。ドジャース、パドレス、カブスなら最高。離脱がなければ楽に2桁勝てるくらいの力はまだまだあると思う。来年はサイ・ヤング賞狙ってほしい。球威も衰えてないところを見ると、昔みたいに三振取るスタイルもできるだろうに、怪我なく息の長い現役生活を全うするために打たせて取るピッチングにモデルチェンジしてるところがすごい。ワイルドカードを勝ち進めばですが、地区シリーズはドジャース戦になりそうなので熱狂の大勝負になるのでは。マエケンは衰えてるのにダルビッシュはまだまだ勝てそう。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。